くんの久しぶりだな。いやー、仕事で遠くに赴任してて、うん、やっと戻ってこれたよ。いつ戻ってこれたの？この星には。火星に戻ってきたのは、うん、ついさっきだよ。偉いね、それ。そんなすぐ俺に会いに来てくれたの？当たり前だろ、お前が一番の友達だからな。まあそれ。おう、いやー、しかし仕事大変そうだな。うん、 UFO 工場だっけ？そうなんだよ。もう UFO 業界も厳しくてさ、しばらくは冥王星支社の方まで飛ばされてたんだよ。超遠いじゃん、うん、お前は今何やってるの？あ、俺はブラックホールに吸い込まれたものを分別する仕事をしてる。公務員じゃん、下っ端だけどな。それにしても火星暑いな。そうか、まあ、冥王星が寒すぎたんだよ。投げすごいな。なんか冥王星に住んでたら生えてきた。そんなことあんの？でもすげえだろ、うん、これギャラクシーギャランドゥーって言うんだぜ。ギャラクシーギャランドゥーって言うの？彼女も気に入ってくれてるし。へえ、ちょっと待って、お前彼女いんの？うん。え、どこの子？アーギンダ星。お前アーギンダ星って言ったら綺麗な子ばっかじゃん。まあ、いわゆるアーギンダ美人ってやつ。羨ましいな。ちょっと顔見せてくれよ。見る？見る見る。わかった、今テレパシーで送るよ。あ、ピロ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 。うお、めっちゃ可愛いじゃん。そう、うん、この上から3番目の口の横の行くのがチャーミングだな。あ、だろう。あ、あの女優いてる。あれ、アンジェリーナ、なんだっけ、あ、アンジェリーナ、ウニャヌペックギュリー。あー、よく言われるよ、アンジェリーナ、ウニャヌペックギュリー。やっぱりな。まあでも、こいつ、こんな顔して触手めっちゃ長いんだぜ。マジで？こんな可愛い顔して、しかも触手使いがうまい。バカやめろよ、お前。こんな広がったら何て話してんだ、お前。ごめんごめん。なんだよ、まあ、そんな話でさ、今日は久しぶりに外パート遊びに行こうぜ。お、いいね、うん、何する？そうだな、久しぶりに地球行ってミステリーサークル作ってやろうぜ。やんちゃだな。あ、どうもありがとうございました。